皆さんこんにちは。こんにちは。今日はボールを使ってバランス能力を高めるトレーニングを行っていきます。皆さん楽しみながら行ってください。一緒に頑張ろう。それではトレーニングを始めていきたいと思います。スタートポジションはこの状態、ボールの上に正座をするように乗ってください。最初は両手をボールについていても結構です。この状態からゆっくりと両手を離して上体を起こしてください。ゆっくりと両手を広げて肩の高さまで広げていきます。さらに余裕のある方はゆっくりと両手を天井に向けて上げてみてください。こちらはレベルアップバージョンになります。余裕のある方は誰かとキャッチボールをしてみてください。さらにバランスを取ろうとする力が発揮され、お腹に効いてきます。今日のポイント、バランスボールに乗るコツとして、まずしっかりお腹に力が入っているかどうか、上半身の姿勢がまっすぐになっているかどうか、目線がしっかり遠くを見れているかどうか確認をしてください。このボールに空気を入れすぎると転んで怪我する恐れがあります。あまりパンパンに空気を入れすぎず、空気を調節しながら行ってみてください。皆さん一緒に頑張ろう。何してるんですか？これパンパンにしてもっと上目指そうかなと。かっこいいですね。それは冗談ですけどね。あんまり危ないですからね、入れすぎたら。入れすぎると危ないですね、やっぱり。はい、まあ、さらに、こういうバランス系のトレーニング、どんどんご紹介していきますので、まだチャンネル登録していないという方は、PC の方は、こちらです。こちらですね。こちらから、スマートフォンの方は、下の登録ボタンから、登録していただけたらなと思っていますので、またぜひよろしくお願いいたします。パンパンにしましょう。パンパンにしましょう。